ポントーク。プロさん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。プロさん、今日は蔵元組についてお話ししてくれるみたいですが、よろしくお願いします。はい、5代目山口組当時の初代蔵元組の N さんの話をしたいと思います。はい、お願いします。 N さんはね、自分の動画では3回目の登場なんですよ。はい、あのサンタさんが来たっていうクリスマスにした話があったんですけど。あー、N さんですか。はい、はい、やりっぱなしの N さんの話なんですけども、はい、あの当時のね、蔵元組ってもうややこしい面々だったんですよ。はい、もうとにかくややこしい人が多かったんですよ。なるほど。その中でもこの N さんは、はい、もうなかなかの強者で、はい、あのめんどくさい人だったんですよ。はい、ではその N さんの話を。はい、お願いします。はい、あるところのね、はい、ゲーム屋、はい、まあ、それは奈良とか大阪とかじゃないんですけど、はい、ちょっと離れたところの、まあ、あるゲーム屋さんでね、はい、人と待ち合わせするのはそこのゲーム屋に N さんが行ったんですよ。はい、でゲームしてたんですよ、早く着いてね。はい、で腹減ったからピラフしてくれって、店員さんに言ったんですよ。はい、ゲーム屋っていうのはその違法のゲーム屋ですよ。ああ、なるほど。当時はテーブルゲームでね、お金かけてするやつなんですけど、はい、基本的にね、当時ご飯はタダだったんですよ、飲み物もね。あ、そうなんですか。はい、まあ大したものはないんですけど、はい、まあ基本タダなんですよ。はい、それでピラフしてくれって、まあ、言ったんですよ。はい、店員がピラフないんですよと。はい、あーそうかと、じゃあカレーしてくれってなったんですよ。はい、カレーもないんですよって、はい、言うらしいんですよ。はい、焼きそばしてくれって、はい、焼きそばもできないですって、はい、じゃあ何ができんねんと、ちょっとイライラってしてきてね、はい、言ったらしいんですよ。そしたら、いやドリンクしかないんですと。はい、さっと早言わんないでこらってこうなったらしいんですよ。はい、もう腹減ってるしね、イライラして。はい、それで、出前取れと。はい、出前取ってくれ、ピラフをと。はい、どこあるやろって言って。はい、わかりました、ピラフ出前取りますと。でもそれはお金かかるんですよ。はい、出前なんでね。はい、それで、まあ、待ってたらしいんですけど、なかなか来ないらしいんですよ。はい、その間ももう2万円、3万円で負けてるらしいんですよ。はい、イラ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 してきとってね。はい、でやっとの思いで、まあ、約50分から1時間ぐらい待って、はい、ピラフが届いたらしいんですよ。はい、で店員もちょっともうビビってたらしいんですよ。はい、N さんの態度にね。はい、でサランラップ取って、はい、味噌汁とかついてたんで、それを N さんのそのテーブルゲームの上にこう置いたらしいんですよ。はい、で N さんもよし食うぞっていう感じでね、はい、なった時に隣でね、しゃぶ屋とそのしゃぶ屋の客とかちょっと言い争いしてたらしいんですよ。はい、この前買ったやつが量が少ないとか多いとか、なんかそういうしょうもない言い合いしてたらしいんですよ。はい、そしたらその時にしゃぶ屋がハイダラを叩きつけたか何かで、ハイダラを掘ったか何かしたらしいんですよ。はい、そのタバコの灰がピラフにふわって乗ったらしいんですよ。はい、もうその瞬間 N さんブチギレでね、はい、もうボッコボコにして、はい、そのハイダラをバーン投げたやつを、はい、ゴラゴラゴラ言うて、はい、そんな時にもう店がすぐ面倒見てるそのある組織の人間を呼んだわけなんですよ。はい、だからN さんが暴れてる間にその人らは来たらしいんですよ。はい、しゃぶ屋もしゃぶ屋で自分の関係の役座を呼んだらしいんですよ。はい、ある組織の人をね。はい、N さんはもう殴り続けてるらしいんですよ。はい、もう拳からもう血出るぐらい殴ってたらしいんですよ。はい、切れてね、手が。はい、それでバーン入ってきて役座がやめんねーってまとめたらしいんですよ。はい、まあ、もちろん止めますよね。はい、ハイダラ投げたやつにね、はい、悪どめけじめつけんじゃこらーって意味つめんねーってこう言うてるらしいんですよ。はい、たかがこうピラフにこう灰がかかっただけやから、はい、その来たヤクザもね、まあまあもうとりあえず落ち着こうと、はい、まあやめてくれと、はい、言ってまあ止めたんですよ。はい、台所トコトコトコってエルさん入っていってね、はい、包丁持ってきて、はい、指詰めー言うて、はい、言うたらしいんですよ。はい、そのポンチュンですよ、ポンチュンでしゃべりゃいいんですよ。はい、もうすいませんすいませんで謝ってるらしいんですよ。はい、まあ店もそうやし、そのしゃべりゃが呼んだヤクザもそうやし、みんな止めてるらしいんですよ。はい、もうやめてくれと。はい、あんたどこの組やっつって、こう、なんかきつい言い方を、ゲーム屋が読んだ本、ある組織の人が言ったらしいんですよ。はい、これらもとやと。はい、それがなんやって、これもとがなんやって、言いたいんかこらって、エルさんは勝手に言ってるんですよ。はい、僕は何も言ってないんですよ。はい、これらもとがなんやって、思うとんかこらとか、もう勝手に興奮して言ってるんですよ。はい、誰もそんなん言うてないと。はい、とりあえずもう落ち着いてくれと。はい、言って、その一人が、蔵元の人に電話かけたらしいんですよ。はい、
それ連絡してちょっと変わってくれと、はい、その N さんに、はい、だちょっと上の方だったらしいです、あのダブドンが、はい、N さんよりも、はい、ほら何言うてまんのと、これわしに引け言うんでっかと、ピラフ何の話してまんのってその電話口で言うてるらしいんですよ、はい、このぐらいからよう聞きなれやって、クラブとゴミポンチョの集まりやって、親分までしゃぶいっとんちゃかんか言うてまんねんでっつって、もう彼すぐとんですよそこで、はい、これそれでもわしに引け言うんでっか言うてものすごく言うてるらしいんですよ、はい、これ辛抱せえ言われたらもうわしやことは言わしまえんわとか、もうものすごく言うてるらしいんですよ、はい、あもうみんなそんなこと言うてませんやん誰もってこうなるんですけど、はい、わしの言葉とこの外国の言葉どっち信じまんのってまだ言うらしいんですよ、はい、だから電話口の人はそれは同じ組織の人やから、はい、その人を信じやな、しょうがない。信じてなくても、はい、信じやなサインですよ。なるほど。これもわし我慢できへんから、って、はい、言って、300万ずつ取ったらしいです。ゲーム屋から300万。はい。シナモン屋、まあ、覚醒剤売ってる人間から300万。相変わらずすごいですね、N さん。相変わらずやりっぱなしなんですよ、もう。すごいですね、N さん。そうなんですよ。呼ばれたら役が空いてるじゃないですか。はい、ゲーム屋にね。はい。そしたら、いや、それはおかしいやろって、まあ、一生懸命説明したらしいんですよ。はい。まあ、N さんは覚醒剤やらないんですよ。はい。でもその人らは品物入ってるんですよ。なるほど。まあ、お前らみんなポンチじゃないかいと。はい。肩出とるやろって言って、もう一瞬それ言って、押し切って、300、300取った後に、毎月俺に金持ってこいって、取りに行ってんだけど、さすがにそれはストップかかったらしいです。なるほど。やめとけと。すごいですね。すごいんですよ、N さん。N さん、すごい。N さんの話、まあ、ほんまにいっぱいあってね。だって、ピラフに、はいか、かっただけですよ。そうですよ。まあ、腹立ちますけど。それでもそこまで。ね。はい。ごめんの灰ですね。それをね、そこの従業員もバカなんですよ。はい。バカで、最後その話でごちゃごちゃになって、もう300ずつ払うって話がまとまったんですけど、はい、そこの店員が、はい、N さんに、はい、ピラフ代700円請求したらしいんですよ。バカですね。バカでしょ。バカですね。700円請求したんですか？請求したらしいんですよ。それでまた N さんぶち切れてね。そうなりますよね。俺どこにピラフ食ったんじゃこら言うて。なりますよね。どない考えとんじゃって言うてピラフ取らせたらしいですもんね、もう一回。これ後半、それ食え、もう話はもう落ち着いたんですよ。はい。毎月何本か金俺に持ってこい言いながらピラフ食べながら話しとったらしいです。それ。すごいですね。N さん正気なんですよね。N さん覚醒剤いかないんですよ。すごいですよね。むちゃくちゃなんですよ。本当にめちゃくちゃだと思います。そうなんです。この N さんの話って知らない方いてるかもしれないので、はい、今回もあの後ろに貼っつけとく感じで、はい、それがまだ多分ね、はい、字幕がね多分入れたら、はい、多分無理だと思うんですよ。最近ちょっと字幕引っかかりがすごく多いんで、はい、もしかしたらこのままの投稿になるかもしれないです。そこはお許しください。ポンさん今日もありがとうございました。ポンポンチャンネルでした。チャンネル登録よろしくお願いします。 See you!